今週も始まりましたミラクル。さあ今日も目的地までの行き方をしっかりとご紹介します。今回のスタートはここ近江鉄道彦根駅です。前回彦根筑部島ワンデーパスを購入、近江鉄道木部川駅から途中下車で観光をしながら彦根にやってきました。今回はここから彦根筑部島ワンデーパスを使って琵琶湖に浮かぶ筑部島までさらにくるっと旅します。今日はまず彦根城に向かいます。ということでアルプラザ彦根1階にあるめぐりんこさんで自転車を借ります。レンタサイクルのめぐりんこさんでは楽ちんな電動アシスト付き自転車や本格派のロードバイクなど全てヘルメット付きで借りることができます。出発。自転車に乗ればすぐに彦根城が見えてきます。彦根城の南側に進めば城下町の伝統を継承した町並み、夢京橋キャッスルロードに到着。美味しそうなお店も気になりますが、こちらの夢京橋あかり館さんでは伝統の彦根ろうそくやアロマキャンドルなど数多くの明かりが取り揃えられています。さらにこんな可愛らしいキャンドルを手作りすることもできるんです。世界に一つのキャンドル作り、お土産にいかがですか？いろんなお店を楽しんだらいざ彦根城天守へ。全国で国宝に指定されているお城は4つ、彦根城はその1つです。そしてひこにゃんに会える場所でもありますよね。ちなみに大手門のそばにある地蔵堂ってご存知ですか？彦根城築城時に地蔵尊を祀ったお堂なんですが、この丸い石、お尋ね事をしてこの石を持ち上げると叶うなら軽く、叶わないなら重く感じるのだとか。チャレンジ。まだ身長は伸びますか？まだ身長は伸びますか？重いです。私の願いが叶う日はまだまだ先のようです。それではレンタサイクルで彦根港に向かいます。彦根城から彦根港までは自転車で15分ほど。彦根港から出ている筑部島行きの定期船はご覧の通りです。窓口で彦根筑部島ワンデーパスを提示して私は14時の船に乗ります。40分ほどで筑部島に到着。滞在時間は1時間20分、たっぷり観光を楽しめます。それでは2週にわたってお送りしましたワンデーパスの旅、木部川駅からの旅のおさらいです。 JR 大津駅から木部川駅まで電車でおよそ40分、近江鉄道木部川駅で彦根筑部島ワンデーパスを買って彦根駅までおよそ1時間20分、彦根駅から彦根港までレンタサイクルでおよそ15分、彦根港から筑部島までは定期船でおよそ40分となっています。自転車を返却したら帰りももちろん近江鉄道ワンデーパスで帰ることができますよ。